では3歳から抜群です。さあ、手当たりたら皆さんに大きな拍手を続いてはですね、この鳥さんの鳥の空間が一生懸命で頑張っていきたいと思います。さあ、やる気はバッチリ、名前のペリカン。そしてですね、皆さん今日は名前を覚えていってください。さあ、桃色ペリカンなんですけど、名前がスズメっていうんですね。よろしくお願いします。癖のある名前なんですけど、さあね、一生懸命頑張っていきます。よし、さあ、それではね、すずめくん、今日はまず皆さんにね、得意技をどんどん、ね、披露していきたいと思います。はいはいはい、じゃあちょっと待ってね、いいかな。すずめくんがまずは一つ得意技いきますよ。得意技はこれです。はい、ちょっと待って、ちょっと待って、落ち着いて。はい、これ回転できるんです。お付き合いくださいね。はい、じゃあそれではもう一つの得意技、次の得意技は、鈴木くん、じゃあちょっと落ち着いて、こっち行くよ。今度はこっち、反対、すごーい。で、どうぞ、鈴木くん、こんな感じで回収するから、反対の部分、蹴りときなかい。もう一つ、ちょっと可愛いところもね、皆さんに見てもらいましょうか。ちょっと落ち着いて、鈴木くんね、今お腹が好きすぎてちょっとね。ちょっと待ってよ。はい、じゃあそれでは次、真ん中のイルスタッフ、シャッター上手、やっぱり。拍手は。こんな感じでちょっと頑張ってる鈴木くんなんですけど、さあ、今日はですね、鈴木くん、もう一つ、さあね、最後とっておきの得意技を皆さんにね、見ていただきたいと思います。さあ、最後の得意技、道具を使ってちょっとね、皆さんにアピールしたいと思います。さあ、道具を使うアピール、ね、私のことちょっと噛まないでくれる？ごめんなさいね、仲悪いわけじゃないんですよ。ちょっと、ちょっと、じゃあ、それでは今度はこちら、ちょっとスズメくん待ってて、ここでいい？待っててくれる？すーごい変わりますね。大丈夫です。ちょっとあの、皆さんもこの辺はもう気にしないでください。スズメくん、お腹が好きすぎてね、ちょっとね、いろんなことになってるので。はい、じゃあスズメくん、待ってて待ってて待ってて、待たないですね。はい、しっかりここについて、さあ、道具を使って、よし、今日はね、頑張っていきたいと思うので、さあ、道具を使ったアピール、今日はね、私の腕にかかってる3つの輪っかを使って、さあ、すずめくん、今日はですね、ちょっと変わった特技を披露したいと思います。ここでしっかり待ってくれる？いいかな。そう、待てよ。はい、じゃあそれでは、いつもだったらね、待てるんです。いつもだったらできるんですけど、すずめくん、しっかり、ちょっと待って、待っててよ。あ、いけたかな。あ、いい人に。これ、ちょっともう一回挑戦して、できなかったらもう諦めたいと思います。はい、すずめくん、じゃあしっかり、待てなかったらもう出番なくなるからね。いい？じゃあしっかりここで。ちょっと待っててよ。え、いくよ。あ、待てました。待てなかったです。はい、ということで、じゃあもうすずめくん、今日はちょっと落ち着かなかったので、この辺でね、申し訳ございません。はい、どうぞよ、皆さん、やってください。拍手で教えてください。ありがとうございました。ちょっとだけ頑張りました、桃色ペリカンのすずめくんでした。さあ、それではね、ゆりたまパフォーマンスもまだまだ続いていきます。さあ、それではこの後はお願いします。さあ、続いて、